皆さんこんにちは、アイロンです。さあ今回もブラッドステインド遊んでいきましょう。さあ前回ですね、新スキルリフレクションレイを入手したところ、でそれによって結構いける範囲が広がりました。今日はですね、今ここにいて、こっちか、こっちの方ね。でここら辺が確かボス部屋だった。こっちの方で、ここねまだ行きません。なんでそうね、ここら辺、あとこっちか、多分ここら辺にセーブあるんじゃないかな。どっかに。ボスの近くね。なんでそうですね、一旦まず緑行って、で、これ見てからこっちかな。っていう感じで行こうか。よし。さて出発。あとね、今日の武器、これで行きます。結構ね、人気があったの。骨ばみ投資郎。これですね。剣とは違うタイプの刀ね。こういう武器。で、斜め下、あれがね、できません。ただ一応これカバーできてんのかな。で、そっち行って、そっちと。で、こっから上に行く。あとね、この武器、カウンターがあります。ちょっと待ってね。よし。ね、前々 X。これかな?カウンター。あの最中に攻撃食らうとガードになって、で、カウンターすんの。割とね、使いどころがない。と思う。で、それと下下 X。これで、こういう技。待ってね。こうです。突っ込んでってドン。ただ、これもね、正直ね、使いどころがないと思う。距離が難しい。で、こっち、そこの下。あ、これはちょっと待ってね。ナイス。降りてくんの?で、シャードゲット。とこいつ。よし。で、ヒール。一旦ヒールかけて、これに若干強化したの。よしと。さてさて、で、この下、ここに全く行ってない。ここ、これ何?あ、そこにあれあったな。スイッチ。あ、ただ、こういうやつか。となると、掴めるもの。上にない。下か。と、左。これ掴めと?いや違うな、こういける。あですよね。おいーこいつ、ナイス。でダマスカスコ、これと、あこれか、これ使っていけると。こっち、これも下か、下に行ける。ちょっと待ってね、これ大丈夫かな。行っとこう、先にこう行って、今のダメか。じゃあこうだ。こういってこうだ。よし。で、装備。雷のサークレット。これ何?雷のサークレット。アクセサリーじゃない。ヘッドか。ですね。インテリジェンス。あれが若干高い。そんぐらいかな。まあ、これは保留でいいや。で、こう来て。で、そしたら戻っていこうか。で、戻りたいんだけど、これ戻っていけない?もしかして。いや、いけるわ。こうだ。で、ここでですね、シャードを変えて、クラフトワーク。こいつを掴んで、上に行くんだ。こうだ。あ、待って、ずらすとダメなんだ。今のガードね。こうやつ。あ、ただ、あれか。攻撃範囲にいないとダメなんだ。よし。んー、ただまあ割と地味なんだよな。さて、で、これ持って上に行こう。そこに行く。こうだ。これで OK なの?ですね。で、そこの右。
これなんだこれ。おいー、ちょっともうこいつは邪魔すぎんよ。さあもう一回、こう来てそう。あ、待ってね、アリに化けた、大丈夫で、シャドウ、これなんだっけ、ライフアップじゃない、使い魔か。あ、ですね、またシルバーナイトまたか。多分強化された。よし、じゃあ先行こうか。戻っていく。使い魔正直そうね、もうちょい種類欲しいな。ナイトもいいけど、だんだん飽きてくるこいつは。で、こっから右上に行く。こっち。で、シャード、ヒーリングこっちにして、これってちょっと待ってね。こいつ掴んでいけるんじゃない？クラフトワーク、これにして、これダメなの？あ、判定がない。あ、そう。これなんかいかにもっていう感じなんだけど、ね、いけないんだ。じゃあヒーリングでちょっと回復していきます。じわりと回復。あとね、今日の雑談コーナー1つ目、ゆきしろさん、あやのさんの廃墟写真がとても好き、ありがとうございます。もし行けるとしたら今一番行きたい廃墟はどこですかというもの。これそうですね、自分の今一番行きたい廃墟、あのね、北海道の夕張市かな、あそこに行ってみたい。これね、住んでる方に本当に申し訳ないんですけども、北海道の夕張、あそこ財政破綻しまして、でも街ごと廃墟っぽくなってんだよね。あ、これミミック。いやー、呪われた。待ってね、ちょっと解除する。なんでそうですね、じっくりその時間を作って、北海道の夕張巡り、1日とかね、やってみたいな。で、ここセーブじゃない。あ、そう。ウォルナット材。無理か。夕張に今人口何人だったかな、7000人切ったとこに話しちゃった。どんどん人が出ていって、でプラスご老人亡くなってって、もう本当に死に向かってるっていう感じ、街全体が。住んでる方には本当に申し訳ないんだけど、ただめちゃくちゃ行ってみたいですね、観光に。これ下は特に意味ないか。で、確かここはボスだった記憶ある。あ、そう、そこね。となると、こっちか。上にあるんじゃないの？セーブ。あと、こいつね。こいつは結構強い。この骨ばみさんって人気あるの？刀剣なんで。結構効くよね。まあ、自分が効くということはあるんだろうな。やってない自分が効くぐらいなんで。で、レジストサンダー。雷耐性アップ。本があって、これは読んでない。日記ですね。1767年やった、ついに見つけ出した。発見した結晶が増える条件とは、ホームクルスに使った素体の質、つまり人間の死体こそが鍵だったのだ。そしてそれは年の若いもの、さらに死んですぐの方がより顕著に侵食する。ホームクルスの研究への死体であったが、結晶を増やすのであれば生体の方が。これで私のチームは安泰だ。で、右ページ、1967年、多分これミスってない？ 1767 年だと思う。ギルドが子供たちを調達してきた。結晶を移植せよとのことだ。この子供たちについては何も問うまい。古くからの友は猛烈に反対していたが、私は実験が再開できることはただ嬉しい。これで資金が再び集まるようになれば、もっと偉大な研究もできる。私の名は歴史に刻まれるに違いない。さあ実験の再開だ。この城内でやってんのか、実験ね。ということは、どっかにあるはず。よし。で、セーブポイント。一旦セーブして。あの、魔導研究所かな？地下の。あそこなのか。いで、見えんかった。と、こっち。あれ、ここも、これなんかボスっぽくない？どうしよう。先に、下行こうかな。まず回復。よし、こんなもん。で、そっち。今日、東四郎縛り行きましょうか。何？セレステの鍵は必要そうだ。セレステの鍵。こいつ。セレステの鍵ってある？まだないもんな。
一旦回復でセーブして、となったらまあこっちだね。ここしかない。これいける？よし、さあドラゴンちゃんでけえな。アビスガーディアン、ああいうタイプね。どんどんどんね。理解した。よし、尻尾分なんか来そうだった今のは。でこれがそうそうそう、こう来てでドーンドーンね。割とやりやすい。で再びこう、よしでブン、あー100でけ。しっかり見切っていく。はい、あれに今カウンターをするってのもいいかもしれない。やろうとして失敗した。でここら辺このシフトコロ、これ勝っただろう。よし、さあ実績ドラゴンスレイヤーとシャードかな。これがないんですね。卵、ドラゴンの卵、これ何？インベントリードラ玉、料理素材、あれですね、グルメ家の間で高値で取引される。一応持っとこう。あと上、ここは何もないかな。とりあえずマップ埋めたい。よし、特になし。でこっち、あと猛者の鍵ね、あれもない。さあ廊下渡って、終焉の間、なんだこれ、終焉の間、終わりが近いってこと？いや、でもそんなことはない。だってまだマップ 40% ぐらいだもん。まだあるはず。あれ、これ下行けるんだ。こっち。ここら辺セーブないかな。今ここですね。こういうところ。下か。これね、どっちかっていうと、なんとなく上かな。これ刀も結構いいですね。あの振りやすい。で回復かけて、これ大事だわ。よし、ポーション節約で魔力、こっちも、よし、あれこいつがまた復活してる。怖っ。よし、そっちの上、そう、そこね。これ行き止まりだったら潰しておきたい。これ切り上げすごい便利。あ、ただ部屋か、個室、個室じゃない。あれ、あれまずいやつ。そう、地形貫通する、ダブルジャンプかな。でこうかわす。よし、危ねえ。あ、でもこれこっちもこうなってる。ただ扉か、開かない。しかもそこのレバーね、画面の中央の床のとこか。となるとこっちではないと。一応芝居行って、よし、でシャドウなんでしょう。とぶっ殺しばあちゃん、討伐数5分の5、スローアックス、回転するオーノを打ち出す。これね、多分結構いいと思う。あれですね、スローアックス、こういうやつ。でもどうかな、距離がちょっと足りませんね。となったらまあこっちか。レイジングゲール、ランク5、グレード3、結構強化してある。
で、こっから下って、こっち。そう、廃墟ね、結構行ってるんだけど、やっぱね、不法侵入になっちゃうんですよ。多くの場合。なんで、安全に行けるところっていうのはね、なかなかないの。放火さずに。不法侵入にならずに。まずやっぱそっかな。ハードルが高いの。あとね、軍艦島はね、今のところね、自分そうでもない。あ、こいつは強キャラそう。ブラッドブリンガー。あれ、弱い？この、なんか馬車っぽいやつはまあ普通に芝居って。よし。とこっち、お宝。素材かな？ウールですね。軍艦島ね、完全に観光地になっちゃったんでね。あれが残念ですね。お金払えば誰でも来れるっていう。みんな同じ体験ができる。で、2期。これ1967年。あ、じゃあこれさっきの合ってるんだ。一気に200年飛んだ。え、これ本当に合ってんの？なんかおかしくない？やはり仮説は間違いなかった。子供たちに移植した結晶は順調。いや、期待以上に増殖している。だが上層部からこれ以上の調達は不可能と連絡があった。なんてことだ。この人数だと十分な量を集めるためには10年以上かかるに違いない。で、右ページ。古くの友が子供たちと交流している。そんなことしても情が移るだけ。結晶が侵食したらどのような未来が待ってるかわかるだろうに。いや、少し前に研究の対象を変えたと話していたな。奴の研究は運動エネルギーの制御。まさか結晶の侵食を止めようと。いや、そこまでバカではあるまい。多分これがミリアムか。これに関わってくる。10年間の眠り。よし。で、セーブ。セブセブしてからの。今 47%。だいたい半分ぐらいですね。もうちょっとで。危ない。カウンター。よし。背面カウンター。で、スポンジケーキ。スポンジケーキ。これ待ってね。料理。ですね。で、初回ボナス。ラックが1上昇。これ食べとこう。で、再びこれがいる。いてー。あと、こいついた。ボッスン。あ、でもまたこいついるのか。これ好きね、ここら辺ね。いて。よし。で、ちょっと回復かけて。回復量がしょっぺ。スズメの涙。よし。あ、で、この子はなんか色的にやばそう。あ、ただ弱い。めちゃくちゃ弱い。で、ミスリルとウール。ミスリル大事。装備の錬成に使う。よし。これでどこ行く？あ、これ割れるよ。で、バレットマックスアップ。よし。これ割れるんだ。こんなの。ね、こういうとこね。さあ、これどこに？よし。切り上げ本当に誘導。よした。で、左行けて、多分この周辺、貝がないかな。どっかに。今ここね。で、そうね、こっち行っとこうか。そこまで広くないはず。と思いたい。よし。ブラッドブリンガー。意外と声が間抜け。アヒーって言ってた。いいでー、吹っ飛ばされる。よし。で、ここも響いてる。あれ？ん？響いてるんだけど、あれ？治った。ちょっと待ってね。え、響いてたよね、ここ。あれ？なんだ今の？よくわからん。あれか、主人公がぶっ飛ばされた響か、多分。
なのかな。よし。で、またこいつがいる。カウンター。あ、遅かった。今の遅い。あんま使わない方がいいか。で、ウール。これ取って、上行ける。そっち。あと右行ける。これはね、死んでない？死んだ？あれ強えな。回復。自爆回復。まあ、ポーション使えるって話なんだけど、やっぱね、アイテムに頼るってのはあんまり美しくない。よし。高級装備のレシピ。これ大事そう。で、次こっち。上行けるプラスこっち行ける。そこな。よし。で、こっち。ここ、これ何？繋がってる。はい。で、お宝取って、再びスポンジケーキ。あとね、こっから上に行けない。そこになんかあるんだな。この、ここのね、底の足場かな。そこですね。これは多分行けないだろう。あーですね。無理だ。足りない。さて、次。こっち行くか、もしくはこっち行くか、上行くか。二択ですね。まあ近い方、上かな、まず。くぅ、そこにいたら当たるんだろう。よし。で、シャドウ。これ召喚かな？あ、違うわ。魔法防御エンハンス。で、こっから上行ける。あ、ここでか。よし、レバー。で、開通して、そこ、これは壊れる。ほう。で、お宝。計測メガネ。これ見てみよう。計測メガネ。これですね。敵の体力がわかる魔法のメガネ。あ、これいいな。ネックレス。ユニコーン。どっちかというとこっちかな。ユニコーン。よし。このメガネである。ほぼほぼ瓶底メガネ。で、そっちに行けて。ただ別にそこまで美味しいショートカットではない。これ分かりにくい。え、これ分かる？これ。で、こっち。長者の鍵。セレステと来てないに次、長者？長者ってなんだ？で、再び日記。これが1776年。大変な事件が起きた。何年も前に悪魔が残した赤いシャード。それを決死の移植者が手にしてしまった。すると、かつて召喚に成功した悪魔の力が少年から噴出し、あの悪魔が再来した。移植者から何とかシャードを切り離し、事なきを得たが、かつての過程通りだ。やはり結晶はシャードの力とリンクする。移植者をシャードリンカーと名付けた。で、右ページ、その3年後。シャードリンカーの暴走はシャード自体のコントロールが必要であることも証明した。そのため我々はシャードリンカーたちに戦闘訓練を含む鍛錬をさせる計画を立てた。さらにシャードの研究のため、召喚の実験と悪魔との戦闘も同時に行うことにした。ジーブルという少年、悪魔への対応力、つまり戦闘力は凄まじい。だが結晶の進行が遅い。何か理由があるのか。ここで初めてジーベルか。1779年。シャードリンカー計画ね。で、そこにミリアムも関わってくると。よし。で、さらにセーブ。これは嬉しい。でんで、そこの右。右行けるんだっけ？あ、行けますね。あ、すいません。行けないわ。長者の鍵。あ、これなるほど、残量か。HP ってやつ。残り103、残り70。で、残り28で死にました。っていう感じね。なるほど。よし。で、ここにがあって。よし。でですね。
どんどん上に行く。あ、こっち。ここもなんかやばそうね。ちょっと待って。こっち。よし。こっち。ここ何？個室。よし、個室。ポルターガイストではない。で、世界のファッションをね。そう、このイラストね。これもね、結構時間かかってると思う。こういう風に仕上げるのに、そうね、これ絵なのかな？写真元に描いてんのかな？一枚作るのにやっぱ最低でも数時間かかるもん。で、ですね。そこなんかね、ボスっぽいんだな。右。ちょっと一旦セーブしていい？再び。セーブしていこう。焦ることはない。さあ、セーブかけて。あとですね、すいません。今日の雑談コーナー二つ目、しのまめさん。綾野さんが洋画を見たいと思う基準は何でしょうか？キャスト俳優さんですか？それとも監督さんでしょうか？私は監督を気にしなすと偏ってしまいそうなので、そこはあえて気にしないで見ています。自分そうですね。まあ、第一ね、やっぱ監督かな。監督。で、二番目。これね、同じくらいなんだけど、俳優さんと、あとね、レビューですね。その二つ。レビューね、結構当てになる。レビューというか、世間からの評判というか、評価ね。Amazon プライムでね、結構当たりありましたね。ファンボックスで紹介してるけど。そこ、よし、なんもなし。で、こっち。監督もね、たまに、そう、一作目はすごい良かったんだけど、二作目以降、外れ続きっていう監督いますからね。待ちくたびれたぞ、ミリアム。これほどのシャドウを集めてな。俺と一緒に来る気はないのか？ここでジーベルか。ええ。私はあなたとの約束のためにここに来たわ。約束？やっぱり忘れてしまったのね。私たちは誓い合ったのよ。もし自分の意志に反して力に飲み込まれた時は互いに相手を止めると。笑わせ。俺がやっていることが自分の意志に反しているとでも？そうよ。船であなたに会った時、一瞬私の知ってるジーベルに戻ったわ。もういい。交渉決裂だ。止めたいなら力ずくで止めるんだ。俺に従っていればよい。さあ、ジーベル。まずパターンがわからん。 HP2700。 ただ、やれないことはないと思う。ナイス。彼に任せてもいいかな、これ正直。危ない。ジャンプぶっ刺せ。よし、そう、ナイス。そっちはない。でしっかりジャンプでかわし、はい、残り1000ぐらい。いいよ。こいつこれ弱えぞ、やっぱり。あべ、それ何、それ何、でっけえやつ。で、爆発。いやー、こんなん無理だろ。下段か。しゃがみ避け。で、背面。いいよ。見切ってる。よし。さあ、もうちょい。やったぞ。ごめんなさい、ジーベル。何を謝る必要がある？ありがとう、ミリアム。これで終わったのかしら？ジーベルを止めたんだ。僕たちの目的は達成したと言える。でも城はこのままだし、悪魔だって。確かにそうだけど、
あとはドミニクたち教会に任せておけばいい。これどうなの？エンディングなのか、もしかして。本当にそうかな。なんだか嫌な予感がするわ。でも僕たちには何もできない。終わりにするしかないんだよ。そうだけど。ゲームオーバー。これどうなってる？倒しはしたんだけど。で、タイトル。さあ、再びかな、もしかして。で、ミディアム。うん、これ継続ね。と、エクストラモード。これが増えてる。なんだこれ。ボスラッシュモード。と、エグジット。これもね、昔ありましたね。ありがたい。なんだけど、まずこっち。なに、負けろってこと、もしかして。さっきのに。負けてみようか。どうなんだろう。だってあの人弱いんだもん。普通に勝っちゃうよ、あれは。あれだって負けなくない？さっきの。まあ、とりあえず負けてみる？あ、待ってね。そこのマップ。一応これ埋めて。よし。で、こっち。ここに鍵ないしな。どう？待ちくたびれたぞ、ミリ。俺に従っていればよい。はっ！よし。さあ、殺すがいい。早く殺せ。とりあえず宣言する。あ、これこういう技だったんだ。投げ技いいね、かっこいいな。よし、さそろそろ死ぬと思う。もう一発殺せ。どう？赤く輝く。これもゲームオーバー。ダメなんだ。つまりですね、多分これこっからなんかあるんだ。こっちはないと。挑んでいけるんだけど、ここじゃないんだ、おそらくは。となるとどこだ？他に進むところ、今んところでもこれなくない？妖精の鱗粉似てるとこあったっけ？さっきショートカット開通して、ちょっと待ってね。まず、この子をやっつけて、今ここでしょ？終焉の間。おそらくこれラスボスなんだ。で、下のそっち。あそこなんだ、あれ。あれ、鍵だっけ？これがね、待って、よくわかんないんだな。鍵。あと、こっちか。ここら辺に行ってない。下の方。あれ、ちょっと見とこうか。これ待ってね、カットしますね。さあ、ここの左、あ、そっちか、そっちに行ってない。あ、じゃあこれこっちなんだ。ほう。で、どこに行く？ここ何これ？ん？ライフアップ。まあ一旦これ取って、ただこっちじゃないのか、これ。ここね、そう、これは開かない。で、プラスそこの上にあれがあるんだけど、これも二段ジャンプでいけるかな。あ、ギリいけませんね。これ無理か。で、反射もできない。もう一回。これギリ無理だ。で、そっちは無理。で、下もいけないか。そこに金がある。つまりこっちではないと。となると、行くとこなくない？どこに行く？ここら辺。あとこっちか。ずっと右。こっちの方。で、それとね、他に。ここら辺にあのレーザーか。レーザー使っていけるかどうかっていう感じかな。これすいません。今回時間の切りがちょうどいいんで、一旦断りにして。で、次回ですね。どこら辺だろう？こっちかな？もしかして。ここら辺でしょうか。あと、まあ、地下水路ね。こっち。ここまで行ってない。ただこれ行けないもんな。
まあ、ちょっとルートを探しておきますね、次回。はい。よかったらコメント、高評価、チャンネル登録、あとツイッターのフォローしてくださると嬉しいです。ではね、また次回ブラッドステインドでお会いいたしましょう。今回はこの辺で。